ね。固定しちゃおうかな。ヨッタさん、ガウさん、ミャーさん、イージスさん、林藤雄さん、天使さん、音速の貴公子さん、タムヒロさん、アランスさん、バンフィーさん、マッシュさん、こんばんは。ヨッタさん、ラブレター、ありがとう。さっき村上さん、こんばんは。レインボースター、ありがとうございます。マッシュさん、ダルマ、ありがとうございます。バンショさん、アッキーさん、こんばんは。タムヒロさん、レインボースター、ありがとうございます。バンフィーさん、キスマーク、ありがとうございます。アルマジロさん、ドリーマーさん、大阪さん、こんばんは。アルマジロさん、紅茶、ありがとうございます。お豆腐さん、こんばんは。そう、イベント急遽急に始めますとか言ってすいません。ともじいさん、きみぞらさん、箱押しさん、じゅんくん、こんばんは。皆さんどうもこんばんは、ありがとうございます。すごい面白いよ今日。あ、今日じゃないや、このイベント4人しか出てないんですけど、下の人がさいないからさ、下との差が出ないっていうかね、いないんで出ないですよね。面白いね。なるほどね、こういう表記になるわけですね。まあ、ゆるく頑張っていきたいと思います。ということで、待って、どこまで読んだかな。うば車さん、こんばんは。ポコさん、バラ、だるま、ありがとうございます。山形かかしさん、こんばんは。ヨッタさん、流れ星、ありがとうございます。ポコさん、こんばんは。ヨッタさん、ハートもありがとうございます。ヨッタさん、こんばんは。そう、みんなガチ、うん、ガチじゃないですか多分。ガチって書いてますね。ガチだと思いますよ。そう、あつひろさん、こんばんは。天使さん、音符、ありがとうございます。えにょさん、こんばんは。まあでも別になんかそんなうわーっていう点差ではまだないので、そう、全然あれですけど、そう、ちょっとね、なんか木曜始まりなんでね、変なあれですけど、なんかタイミングというかね、変な終わり、始まりと終わりがね、中途半端な曜日になるんで、土日がね挟まるんですけど、土日だけちょっと時間変えようかなって感じですけど、平日固定にしたいな。天使さん、だるま、ありがとうございます。タミヒロさん、ヨトさん、キスマーク、ありがとうございます。ヨトさん、だるま、ありがとうございます。ハートも、ありがとうございます。で、そう、さっきさ、なんかなんだっけ、なんか正方形の画像のことを教えてもらってさ、変えてってか設定してみたんだけど、合ってますか、あれ、ああいうこと、あれで合ってる。新一さん、流れ星、ありがとうございます。ヨトさん、ラブレター、ありがとうございます。新一さん、だるま、ありがとうございます。合っているのかな。なんかさ、全然さ存在知らなくて、その真四角の画像の何にも設定してなかったんだけど、合ってる、やった、ありがとう。うば車さん、キスマーク、ありがとうございます。めぐみのさん、こんばんは。ヨトさん、キスマーク、ありがとうございます。ガチ頑張、ありがとう。負けずに頑張るぜ。あ、よかった、見えてるっぽい。天使さん、グッド、ありがとうございます。ヨトさん、ハート、ありがとうございます。イエイイエイ。 BPM188 さん、こんばんは。新一さん、だるま、ありがとうございます。新太郎さん、こんばんは。新一さん、だるま、ありがとうございます。エニョさん、リップ、キスマーク、ありがとうございます。新一さん、小判、ありがとうございます。これなんていうの。みほちゃん、こんばんは。てちてちさん、こんばんは。みんな遅い時間にどうもありがとう。わっ、え、なにかわいい。みほちゃん、新鋭隊129人目、ありがとうございます。
かわいい。なんか口紅ありがとう、かわいい。なんか何今こういうギフトがたくさんあるんだね。なんかね、てちてちさんハートありがとうございます。ヨトさんキスマークありがとうございます。かわいいね、ギフトって本当にかわいくてさ、毎回毎回同じのもらっても嬉しいもんね。慎太郎さんキスマークありがとうございます。いつも配信ありがとうございます。おやすみ、ありがとう。君にキスとラブレターゲーム難しい。君にキス、ガタジェさんこんばんは、ハートありがとうございます。ハート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 、トクさんこんばんは、キスマークありがとうございます。なんか壇上がすごい赤くて可愛いことになってるよ。あとか言ってどっか行っちゃった。ね、いろいろねあるよね。本当に毎回さ、レパートリーがさすごいのが、こちらも新鮮。山形かかしさん流れ星ありがとうございます。馬車さんキスマークありがとうございます。どうもありがとう。ドリーマーさんハートありがとうございます。ハートハート。そうだよ、可愛いギフトがたくさんで楽しいですよね。今日なんかアイメイク違う、気のせい？違うくないんだけど、多分前髪じゃない？ほら前髪じゃない？違う？特に変えてないんだけど、なんか違う？ヨトさんハートありがとうございます。え、どうだろう、何、いつもとどう違う、どう違うく見える？なんか赤っぽい。あ、じゃあちょっと濃いのかも、使ってんのは一緒。使ってるのは同じだよ。アランさんキスマークありがとうございます。ありがとうありがとう。なんか久しぶりにイベントをやる気がして、なんか何話したらいいのか分かんない。どんな話してたっけ今までね。ドキドキしちゃうね。そう、ここ最近は本当に、そう、あのなんだっけ、なんかすごいしょぼしょぼしてたから、私がチークがちょい、あ、え、でもそれあるかも、ちょっと濃いかも今日。アランさん流れ星ありがとうございます。そうだ、ウェルカムコメントにも書かなきゃ。もう今なんかいろいろさ設定するのがさありすぎてさ、慣れないマジで。明日のにしよう、もう。間違った。間違えないよ。
いけた、よし、かけたぞ。プラムさんこんばんは、キスマークありがとうございます。ウバグルマさんハートありがとうございます。あーどっか行っちゃった。アランさんガウさんハートありがとうございます。まあまあおしょぼしょぼさせないよ本当にさ、でも大丈夫、もうマジで笑顔で走り切るのですのですウバグルマさんハートいっぱいありがとう。え、そうだからなんかここに貼ろうかなと思ってる、もうあの大抵のやつこれずらしてさ、こんなんずらせるから別にここにペーンって貼ろうかなって、ここね。お刺身さんこんばんは、よくない？ここに貼ってみようかなと思ってるよ。お刺身さんキスマークありがとうございます。アランさん流れ星ありがとうございます。キラ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 ね、そしたら可愛くない？なんかタイムテーブルも可愛く見えないここのこの子たちによってね、いいんじゃないですか。そう、まあ、ちょっと明日貼りますね。ね、可愛いよね、なんかすごいちょうどいいしスペース的にも。ポンポンポン、カレーライスさんこんばんは、ハートありがとうございます。髪もちょっと可愛い感じにしたいますねえ、マス捨てないんだよね、可愛いの売ってるよね。でもなんか毎回捨てんのもったいないな、なんか枠みたいなの作ろうかな、あの外枠みたいなのを作ってさ、そこに貼っていくみたいな、だから外枠はもうここに固定みたいな、毎回イベントの時にもう絶対使えるやつにしといて、で貼って剥がせるみたいなのにしたらいいんじゃない。保育士保育士スキル出していかないとそう毎回さやっぱ捨てちゃうのもったいないから、外枠画用紙とかで外枠作って、なんか普通にこう四角く切って、そこの周りにマステ貼って、でそのなんていうの、マステの内側に収まるように大抵を書けばいいんじゃない。でもそれどうやってくっつけようかな、普通に上からテープみたいなの貼っちゃって、セロハンテープでピッピッてやってこうピッて剥がせるようにしようかな。それでもいいんじゃない。そうホワイトボードとかいいんだけどさ、つかないんだよね、ここにどう、ここにどうやってつけようかって話なんよ。穴開けるわけにいかないさ、こんなドアにね、っていう。そうだからホワイトボードとかもいいなって思うんだけど、そこがさ難点なんだよね。ね、そうだったらまあ画用紙とかの方が現実的かなっていう。マグネットつかないもん、ここ木だから。そう、総一さんこんばんは、キスマークありがとうございます。ここに貼るってこと？剥げそうだね。そうもうこれさ塗装剥げたら終了なんで、ホワイトボードは紐でドアノブに。でもさ、そしたら私がどこで配信するって話じゃないの。ここに来なきゃいけないってことは、私がこっちに来るかこっちに来るかしかないの。そう、そしたらさもうここ
ここで配信するかってなるのよ。場所がね良くないんだよね。そう、画角がねよろしくないんですよ、ここの家。ひろひろしさんこんばんは、キスマークありがとうございます。そう、私のさ今住んでる家ってコンセントがマジでないのね。そうだからすごい不便なの。なんかそういうところを見なきゃいけないなって思った。だいたい1回目のね一人暮らしってね成功率低いっすよね。ねえ、うちお風呂は綺麗だしね、壁とかも白だから全然いいんだけど、そうコンセントがね2箇所しかなくて、なんかこの生活スペースに、キッチンとかに行けばあるんだけど、さすがにそこで配信するわけにいかないし、しかもね全部位置が高いの。キッチンは上にあって、そう使いにくいし、延長コードあるんだけど、そうって感じなのよ。なんかね本当はここで使えたらいいのになーっていうところがあるんだけど、テレビのところにあるんだけど、いっぱいいっぱいになっちゃってんだよね。もうそうだからさ、なかなかね厳しいんだよね。ちょっともうちょっと多いところがいいなーっていう感じはしてる。家探しの時チェックリストとか作ってたけど、後期で受かってて、ってどういうこと？そう、そうなんよね。しかもさ、テレビの方から引っ張ってきたとてどうしようっていう。大学受験の3月に結果が分かるやつ。なんかそういうのがあんの？全然システムが分かんない。そう、なんかねちょっと不便です。だから今延長コードでやってるんだけど、今もそうだから、なんかベッドのところに延長コードを挿して、それをこう引っ張ってきて変なとこでやってるんだけど、そうなんか家の構造がマジであんまりよろしくないんですよ、ここそうだからちょっとねミスってる結構いろいろ。だから次の家探しのねちょっと参考にしながら。一般的には前期と後期と2回チャンスがある感じ。それ何、家探しと関係があるってこと？むずくない？そのタイミングで引っ越してる人がいないからってこと？そう、なんか細長いんだよね部屋が。そうだからすごい使いづらい。本当は2部屋欲しい。そう確かにね、配信する、そうなんだけどさ、なんかもうちょっとね考えればよかったと思って、いろいろ。そう、私が普通に部屋探すのが下手っぴなだけなんだけど、そう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 、なるほどね、前期で受かった人がいい部屋を取っちゃって、あんまり、ああなるほどね、あそうなんだ、あそういうことね、あそっか、普通はそうなのか。私さコロナ禍とちょうど被っちゃったからさ、ぴったりの時じゃないんだよね、大学入学のタイミングでとかじゃないからさ、家探してたの。森博さんこんばんは。そうだからちょうどなんかその年度の始めみたいな時に探してたから、そう寮だったし、ほぼこっちにいなかったからね、そうほとんど実家だったから、なんかこっちにまとまっていなきゃいけない時だけ寮にいたって感じで、そう全然って感じ。それこそ実習の時とかね、そうだけだったけどって感じ。そうなんよ。
待って、なんかすごい可愛いの思いついちゃったけどさ、大変かな、大変かな、ってか見づらいかな。ちょっとさ、私の案を聞いてほしいんだけど、でも絶対可愛いからちょっと聞いてほしいんだけど、いいですか？今さ、大抵の話してたじゃん、さっき。大抵どうするかみたいな、どうやって貼るかみたいな話しててさ、最初外枠作って、そこの中に画用紙、あ、画用紙じゃないや、書いたやつ、いつもみたいに書いたやつを貼ってみたいな、で貼って剥がせるやつにしようかなって言ってたじゃん。じゃなくて、もうその外枠を、まあ一個枠大きいの作る、でそこに3段マジックテープをこうやってくっつけんの、こうやって、で時間は時間で、なんか0から9かを作って、プレートみたいなを作って、ここにこうマジックテープで毎日貼っていくっていうのはどうでしょうかっていう。だから例えばマジックテープを時間何時の方に1、2って貼って、朝9時からだったら09で00みたいな、で空で、空とかはもう書いたの、点と空は書いてあって、もうここにで時間をこうさ、ペッペって貼るだけにしていくみたいな。え、伝わります？どうすか。そしたらマジックテープ、裏マジックテープにすればいいじゃん。だからこの数字の方にギザギザの方で、まあ、別にどっちもいいんだけど、そんなのは。そうで、こっちはモケモケの方でみたいな、でこうピッピッピッって貼っていくだけにしたら、何回も使えるじゃん、それ。そのイベントのたびに、何のイベントかは書けないけど、でもそんなんこっちに書いてあるじゃん、私がテロップに書いてるじゃん。だから別に全部書かなくてもいいじゃん、別にここに。え、よくない？結構ポップだし、そしたら見やすいんじゃない？そう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 、数字はこっちで手持ちでカードみたいにして、まあ丸でもいいけど置いといて、でここにこう貼ってけばいいんじゃないでしょうか。0から9じゃなくて、あれか、0から12にすればいいのか。時間は12にして、あーでも、あー24がいいか、24とか0がいいか、0から23がないとダメなのか。わだから普段使いそうなやつを最初に作っといて、なんか変な時間にやるって、4時とかね、変な時間にやるってなったらその都度作ればいいのか。いや、めんどくさいな、全部作ろう最初に。そしたら59とかまでいるってこと？いや、そんなわけないか、59分なんてないもんね。こっちは分の方は0か0、30、45とかがあればいいか、とりあえず。あ、なになに、マッツンさんこんばんは、流れ星ありがとうございます。トラくんこんばんは、新鋭隊130人目ありがとうございます。トモヤスさんこんばんは。そう、ホワイトボードって思ったんだけど、そうするとホワイトボードをどうやってつけるかなんよ、まず。そう、ホワイトボードをどうやってここに浮かすかっていう話なの。それができないから紙にしようかっていう今話なのよ。そう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 、確かにマグネットでもいいね。ヤケルスさんこんばんは、メッシさんこんばんは、キスマークありがとうございますそう、そう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 、だからまあ紙でもいいんだけど、うん、難しいね、どうやってやったらいいかな。ふみさん、深夜帯131人目
ありがとうございます。やったね、ありがとう。小狐さんこんばんは。こんばんは。なんかコメント残ったままアクス。それな。それな。そう、なかなか難しいね。ホワイトボードが無理なら磁石がくっつくマットとか、ああ、だからそれを貼るってことここに。そうだから、ああでもさ、今なんかすごいあれだな、面白いなって思っ、なんかポケットみたいにしちゃうとかここに。いやでもさ、見えんかな、見えないのかな。てかだいぶでっかく作んないと見えづらいか。どうすべきだろう。あ、てか別にあれか、そんな一個一個にしなくていいんだ。ここに一個じ、あ、時間の方とで点々で、ここにポケットで点々、フンのポケットでから時間のポケット点々分のポケットでこうカードを入れていくみたいな、すればいいのかな。え、難しくね。なんかさ、窓みたいにくり抜いて、難しいね。どうやったらベストなんだろう。私がめんどくさくなったら意味ないんだよね。え、そう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 、クリアシートでとかでもいいしさ、全然ドアに引っ掛けるハンガー掛けみたいな。そうだから、そしたら私がさ、どっからさ配信したい。これ何回同じ、何回も同じ。え、でもさ、あ、待って、分かった分かった。なんかさ、スリーブみたいなの貼ればいいんじゃない。え、結構天才じゃない。スリーブをさ貼ってさ、なんかあるじゃん、あのカードみたいな。え、そう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 、馬車さん、それ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 、それ今それのこと言ってたわ、めっちゃ。え、そう、なんかさ、スリーブ的なのを貼って、もう、え、わかります、言ってることわかるよね。でそれがこう、そこに入るカードみたいなのに私が数字を書いてってみたいなのだとどうですか。そうだから、なんか枠はもう、枠ってか、その白みたいな、本当に背景白とかにして、周りをなんかマスキングテープとかでちょっとだけ可愛くして、で、あの時間は見やすいように、あのペンで黒で普通にカードとかに書いて、とか、そう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 、そうだから3枠分くらいこうペッ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 って貼ればいいかなとか思ったり。でもなんか、でもそれで結局ごちゃごちゃするから、なんか最初に言ったあの画用紙に、あの普通にマステ周りにつけて、それはもうあの毎回使うようにして、あのなんか中に紙を貼るのが一番あの見やすいのかなとかも思ったりするんですけど、どうですかね。そんな気がしてこない。だからとりあえずそれでやってみて、他でもできそうだったら他のことやればいいか。ちょっと一旦最初に言ったやつにしてみようかな。とりあえずなんかミスったらーんってなりそうだし、私も。おもろいね。しゅんさんこんばんは。オカピーさん、カズオくんこんばんは。いい
ちょっといい、一回それでやってみていい。リベドラさんこんばんは、めっちゃおもろい。そう、とりあえず可愛いマステを探しに行ってみる。なんかロフトとか、まあ、100均とかにもあるだろうしね、今可愛いの。ジュンハンさんこんばんは。みんなのあのそのアドバイスっていうかがすごいありがたいです。すごいあの知恵を貸してもらって、面白いね。みんながさ、これはどうこれはどうって言ってくれてるよ。私もうん、でもこれはこうで。こういうの好き、面白い。日暮さんこんばんは。リベドラさんハートありがとうございます。いや、なんかそのなんかポケットがとかっていうのはあれなんですよ、あの幼稚園とかで子供たちにあの日付をね覚えてほしいわけですよ、保育士としては。やっぱりあとほら1日とかあの7日とかってこう読み方が特殊じゃないですか。11日とかじゃなくて12日とかじゃなくて、そう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 、なんかあの14日とか読み方が特殊なやつとかもあるじゃん、日付って。そうだから、そういうのの読み方を覚えてほしいっていうので、あの結構こうねめくれるあのほらリング、あのなんて言えばいいの、あのなんて説明すればいいの、ああいうさシルバーのさ、あのこういうリングみたいなのにこう穴全部紙とかに穴開けてこう通して、それをでこう1日ずつこうやってめくれるようになってるところが結構多くて、そうだから今日は何日ですかってやるみたいなさ、そうそう、なんかあの単語帳みたいな、そう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 みたいなのを数字バージョンでやってて、で子供たちが朝来たらそれめくって今日何日って言うみたいなのがあったんで、そういう風にしたら面白いかなと思ったんだけど、やっぱその3枠分ってのがなかなかに大変そうだし、また日付ってさ31とかまでしかないじゃん。なんだけど時間ってさ59まであるじゃん。あー確かにね、ライトの反射で白飛び、確かに。トキさんこんばんは。一番手軽なのは画用紙にテンプレのエクセルみたいなラインを書いてすか。あー、ハムエッグさん、認定員さんこんばんは。そう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 、なんていうんですかあれ、何リングって言うんだろう、ああいうのって。ああ最悪、間違えた。あ、カードリング、なんかほんと普通のカードリングってやつ。認定員さんハートありがとうございます。しがきさん流れ星とハートありがとうございます。キスマークありがとうございます。そう、あのこういうの、こういうの、こういうのでこう通してめくれるみたいなのにしてるところが多かったから、そういうのでもいいかなと思ったんだけど、なかなか難しそうだから。ハムエッグさん小判ありがとうございます。そうだし、なんかかけるってなると、それを3枠分だとだいぶこう間延びしそうで、そう見づらいかなっていう難点があったので、ちょっとカードリングは却下。とりあえずちょっと最初に言ったやつでやってみてにします。お薬カレンダーで何？お
ウォールポケットみたいなやつか。かわいいね。見づらい可能性もなきにしもあらずだよね、本当に。いろいろ見てみよう、そういうのも視野に入れて。なるほどね。キャットさん、初見さん、こんばんは。はい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 、なるほどね。確かに使えそう。ちょっと見てみます。トキさん、キスマークありがとうございます。ミッミーさん、こんばんは。こんばんは、ありがとう。面白いですね。そう、イベント出てるんです、めっちゃ急遽そう、かき氷屋さんの看板娘イベです。一日店長じゃないんですけど、そう、あのお店に、あの私のこうなんかポスターとか飾ってもらえたりとか、 SNS に出られたりとか、そうするみたいです。あとオリジナルメニューが考えられるんだって、コラボメニューみたいな。そうらしいよ。ヨッタさん、キスマークありがとうございます。自衛隊が後ろで数字持って立ってるわ。本当？立ててくれる？家に入らずお願いね、それ。ミッミーさん、だるま、ありがとうございます。そう、なんかね、あの、出てる人結構少ないんですけど、でもね、とりあえずちょっと頑張らないと、私、あの、最下位、かわいそうなんで、悲しいことになってるんで、今結構。頑張らないとね。このイベはとりあえずのキス顔を堪能するためのイベント取り組みどういうこのこのあれ、あのギフトがってこと、まあ、それでもいいんじゃないですか。あ、なんかかわいい、え、ラブかわいい。うば車さん、みみーさん、ハートありがとうございます。タムヒロさん、キスマークありがとうございます。慎太郎さん、リップありがとう。うば車さん、キスマークありがとうございます。テイスター、グッドありがとうございます。そう、あのプロフィール画像もね変えました。え、なんか違うくなってる、あれ、これ何何何、どうしたらいいの。そう、プロフィールもね変えた。なんか、あ、そっか、この真四角のやつ設定するとここも真四角になんだ。どうしたらいいんだ。まあいいのか。あのサムネみたいな、配信のサムネみたいなやつも変えたし、あのなんか真四角の画像も設定しました、さっき教えてもらって。そうなんです、いろいろ変えてみた。顎に指やるもんかわよありがとう。白朗さん、キスマークありがとうございます。ありがとう。キスのギフトのたびに泣きキスしてる配信、ああなるほどね。じゃあこの口紅みたいなのもらったらやろうわ口紅のやつもらったら、私の投げ中が飛ぶから需要需要のなさかわいそう。ヤケルさん、キスマークありがとうございます。ありがとうかわいそうすぎる。もっとお高いのもある。何があんの、ちょっとさ、あの投げなくていいから教えて、あのどういうレパートリーがあるのか、ちょっと投げなくていいから教えてくれる。あのさ、こういうこと言うとさ、それ投げて見せてくれる人がいるのちょっと危ないから、投げないで、あの教えて、文章でなんとか伝えて。私に今このさ、リップ、あの唇のやつと、あと口紅は見たじゃん、とあとあのお手紙と、あのなんか真ん中に愛って書いてあるラブレターみたいなのは見たでしょ。これ4個くらい見た私、このギフト、 この多分あのこのシリーズのギフト。あ、そうそう、さっき指ハートももらったし、何ズキュンパンダ
モフネコキーズ、わかんない、気になる。へえ、なるほどね。そのズキュンパンダは1個でセットなの？セットか。そうだ、指ハートはさっきねいただきました。そう、それでネイルと合ってるねって言ったんだわ。タムヒロさん、キスマークありがとうございます。チューとか言っちゃった調子乗ってチューとか言っちゃったありがとうございます。さくらネイルのタのこの意味は誰か全然全然知らなかった。なるほどね、はい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 。あと2個だ。じゃあ見てないの、さっき指ハート見たから。そうだね、多分あのなんかふわふわっぽい可愛いラブレターみたいなやつと、あと真ん中に愛って書いてあるラブレターと、このキスマークと口紅と指ハート、5個見たからあと2個だ。なるほどね。今日はキスの日。あ、そうなんだ。何をもって？モフネコキスかわいい。んー、あ、ごい、1万、あ、びっくりした、10万に見えた。ワイマツさんこんばんは、流れ星ありがとうございます。ゼロタイガーさん、初見さんこんばんは、ありがとうございます。ワイマツさん、キスマークありがとうございます。いろいろあるんですね。なんかちょっと待って、どっかで見れないかな、これ。ちょっと調べたい。そう、しますします、イベント貢献ランキング配信しますよ。ちょっとジェニーハウスのやつもやんなきゃいけないの私ちょっと待って、どうやって見れるんだろうこれ。あ、見えた見えた、これか。ん？違うな。え、これ去年？去年だ。去年度でした。え、今日？昨日？まだ今日だ。お誕生日？に、みーさん今日お誕生日？こっちからだと見れない。後で見る。おめでとう。おめでとうございます。よかった、配信してて。上車さん、花束ありがとうございます。みみーさん、お誕生日おめでとうございます。素敵な一年にしてください。いい時期に誕生日ですね。あのなんかまだ梅雨でもないっていう、でも暑すぎないっていう、いい時期ですね。羨ましい。私はめちゃくちゃに梅雨なんで嫌ですけど、楽しい一年になるといいですね。あなたはみみさんの誕生日はすいません、私が受け取ってしまいましたが。しゅうけんさん、キスマークありがとうございます。ハートもありがとうございます。よかった、しかも間に合ったし、やったね、おめでとう。
いいですね。そう、私あの6月3日からのお誕生日イベントに出ようと思ってるんですけど、そう、またいろいろお知らせします。そう、ちょうど3日が月曜日だからね、3日から始まるのよ。アッキーさん、キスマーク、ありがとうございます。ハートもありがとう。そう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 、土日が良かったけどな。まあ平日です。悲しい。しょぼん。そう、チケット発売、あの6月30日の新潟のイベントはあの3日から発売なんですね。の8時1分、20時1分、私2001年生まれなんで、そうっていうらしいことらしいよ。なんですけど、そう、あのそこが発売日です。いつも思うけど、まあまあってアイドルやってみた方がいいくらいかありがとうね。一応やってたんだよね、もともと。一応ねやってたんだ、これでもこんなでもやってたんだ。そう、20時には買えないんです。20時1分からなんです。そう、3部ね、私の生誕パートだから、みんなマジで来て、絶対来て。そう、イベントは6月30日新潟です。マジで来て、絶対来て何回も言う大事なことだから、マジで開けて来て。そう、来年できるか分かんないからね。お、ま、結構真面目な話、何してるか分かんないから、あのそう、後悔しないように来てください。即我慢しちゃって、プレッシャーやめてくれ。そうそうだよ、1年って結構長いからね。そうだから、また来年もできるようにみんな来てください。大真面目、みんな10枚、いらんのよ、1人10枚いらないのよ。めっちゃ余って、空席だらけだからやめて、逆にでも実際めっちゃ少ないじゃんそれ、来てる人。そう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 、そうだよ、チケットはもう1枚にして、え、あれしよっかな、なんかさ特典会とかあるじゃん毎回、チェキとか、そん時にさ、なんか可愛いさ誕生日のカチューシャとかつけようかな。え、どう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 、え、よくない、ありかなそれ、持ち込み。ゲームとかやってたら同じ人何回も来るんでしょえ、めっちゃ可愛くないな、ここにハッピーバースデーとか書いてあったらめっちゃ可愛いよね。え、顔つけよう。はい、みんな絶対来てください。もう決まり、強制。え、でも真面目にちょっと楽しみ、めっちゃ気合い入れるから。何着ようかな、マジで楽しみなんだけど、何着ようかな、今から楽しみ。あ、そうだ、待って、あと10分あるよね。本日の主役って書いてあるカチューシャやばくない？なんか、だいたいあれ、こういう、あれじゃない、なんか、タスキみたいな。ちょっと待って、全然さ、なんかすごいこんな遅い時間に申し訳ないんだけど、プレゼント届いたの。もうさ、びっくりした私、見たとき。行ってみようかな。え、ぜひ来てください。のりてつさん、こんばんは。新潟ちょっと遠いかもだけど、でも新潟に住んでる方だったらね近いかもだけど、東京とかだと、それ以外だと、
ちょっとさ、マジでびっくりしたプレゼントが届いたんですけど、プレゼント紹介とかもしていこう、ちゃんと。なんかさ、受け取るタイミングがバラバラすぎて、私全然ちゃんと紹介してないんですけど、コキンさんこんばんは、ハートありがとうございます。え、ね、見てすごくない？オンジョンよ。え、しかもこれ3番なの、私がさ買えなかったやつ、プレーンラベンダー。え、やばくない？こっちはあの推しの子とコラボしてるけど、色は私が買ったやつ、すごくない？びっくりした。どうやって買ったの、マジで。どこにやったのこれ。マジで嬉しい。やばくない？めちゃくちゃハイセンス。見て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 、私こうピンク持ってるんですけど、この紫は限定で買えなかったんです。すごない？ちょっと待って、めっちゃなんか漏れているんだけど、ちょっと待って、これどういうこと？え、ちょっと待って、やばい、待って、ちょっと待って、ちょっと結構やばいかも結構やばいかもちょっと待ってくれ、これどうしよう、一回待って。やだ、これすごいもったいない。こんな、なんかあれかな、配送の過程であれしちゃったのかな。どっから開けんのこれ。あー、そういうことね、なるほどね。わーん、せっかくのパウダーがすごい散ってる、やばいやばいあ、いたいた、よかったよかった。いやー、すごいんだけど、ちょっと待って、粉まみれ、私がこれ、やだねー、送られてきたからこうなってんだ、絶対にこういうことすごい紫色、ちょっとつけとくね、ちょっとつけるにも多いけど、ほら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 、すごいすごいすごい、見て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 え、でもさ、すごい白い、紫だからね、すごい透明感すんごいんだけど、え、でもすごくない？ここだけなんかめっちゃ透明感ある。マッシュさん、だるま、ありがとうございます。ちょっと待って、これやばいね、これちょっと当分あのあれでつけないとまずいかも、あの筆。でもめっちゃ嬉しいです、これ本当に使います。夏がねこれから来るんでね、ちょ一回封印するね。よし、よいしょ。よしひこちゃん、こんばんは。100キラありがとうございます。って深夜帯132人目、ありがとうございます。天使たん、流れ星、音符、ありがとうございます。ケロタン、こんばんは。そうそう、すごいよね。初深夜帯、嬉しい。ありがとうございます。やったね。そう、これ2つもありますから非常に嬉しいです。大事に使う。やったね。そう、私のあの私にいつもプレゼントね送ってくれたりとか、あのイベントでプレゼント持ってきてくださる方ってすごいハイセンスな方がいっぱいいるんですよ。本当に私の好きなものをたくさん知ってるっていうか、そう、嬉しいです。そう、時間制限イベントなんです。これ2時間、1日2時間で3枠までできるんですけど、今日はねあの初日だったし、私すごい急にあのお知らせしちゃったから、あの2枠にしてたんですけど、明日からは3枠やろうかなと思ってます。そう、片栗粉使えるね、使えるやつね、とろみ漬けとかにね使えるやつね
初新ネタありがとうございます。こちらこそありがとうございます。嬉しい、めっちゃありがとうございます。そう、間に合ってます。全然、明日はねお昼の12時からやろうかなと思っていて、お昼は30分で夜が45分を2枠やろうかなと思ってます。はい、ってことでちょっとね週末挟むんで、週末ってか土日挟むんで、土日だけちょっと時間変えようかなって思ってるんですけど、来週の水曜日までで、このイベントがで、平日は固定にしようかなと思ってるんで、またちょっとどういうなんていうの、どういう流れにしようか、またちょっと分かりやすくまとめられたらなと思ってます。初めてプレゼントしようと思ったけど何しようか迷って、そんなそんな、めっちゃ嬉しい。そんなお気持ちだけでもう嬉しいです。ありがとう。よしひこちゃんハートありがとうございます。天使さんグッドありがとう、ありがとうございます。皆さん本当にね、平日なのにね夜遅い時間までお付き合いいただいてありがとうございました。明日は金曜日、平日ラストですね。ちょっとお休みの日もねお仕事だよって方もいると思うんですけど、とりあえず平日ラスト乗り切っていきましょうね。そう、私はねお部屋のお片付けをね本当にちょっと真剣にやらないといけないなって思ってきてるんで、今日からちょっと取り組み始めてます。そんなに散らかってもないんですけど、まあ明日もお片付けの続きとかできたらいいなと思っている次第でございます。はい、って感じです。片付け頑張る。みんな今日もありがとう。また明日お会いしましょう。まだあと2分ある。あ、そうそう、親衛隊になってたの。後で画像あげますんで、よかったら見てください。そう、親衛隊になってくれた方はね、ファンルームの方でお礼の画像を上げさせていただいてますので、画像をタップして拡大してスクショ等で保存してください。ってことで今日もありがとうございました。また明日お会いしましょう。あ、パピコさんこんばんは。またね、おやすみ。